こんにちは。くちゃねです。本日も、よろしくお願いします。今日の動画なんですけど、あのー、3月1日ですね、に、マスプラチケットですね、マスタープラスチケットを2000枚使うというね、2100枚か、2100枚使い切るという、今月中に使い切るという企画をね、発表したんですけれども、 ただいま3月5日ですね。5日間経ちました。そしてね、その消費量なんですけれども、えー、2094枚。でえー、使った数で言うとちょうど50枚でしたね。まあ一応4日まで、まあ3月4日までの計算すると今日の分含めてないんですけども、50枚使っていたんですよね。全然減ってないなと思って。で、まあでもこんなレベルかなと思っていてね。で、去年の3月も、 同じように、あの、マスプラチケットを使っていた、マスプラチケットは全部使い切るっていう企画じゃなかったんですけども、マス、マスプラを、いや、マスプラを主にやって、その、SSS を取ろうっていうね、えー、企画をね、去年の3月もやってたんですけども、で、先ほどね、動画を見返してみたところ、3月10日かな ?3 月10日に、えー、近況報告会みたいな、近況報告会みたいな感じで、動画を撮ってたんですよ。で、そこを、の動画を見たら、 ファン数がね、400万人ぐらい行ったんですよ、僕。3月10日で。で、200ないとか300位ぐらいだったんですよね。10日で400万人でしょ僕多分ね、多分い、5日ぐらいは多分200万人ぐらい行ってたんじゃないですかね。で考えると、マジでやっててきた。<laughs> 去年の俺の方がよっぽどやっていたな、ということがね、発覚いたしました。去年の多分ね、4日とか5日はね、ここ多分100、5、60位とかだっ,ただったんですよ、ずっと。 基本的にその200円300円400円ぐらいキープしてたんで、マジでやってねえなと。<laughs> 同じようにマスプラをやっていたので、3月10日に400万人、このままのペースで残り5日間で、3月10日までで400万人を僕行く、行く、しない <laughs>。なので、ちょ、やべえなと思いまして、ちょっとね、本気でを出していかないといけないなと思ったっ、ていう感じの動画でした。<laughs> いや、本当にね、 まあ、去年のね、は、まあ、何より、まあ、放置編成っていうのがなかったのかな、まあ、完全放置っていうのがなかったからこそ、まあ普段から一応やってはいたのかなや、普段からや、えー、プレイ、楽曲プレイしていたからこそ、まあ別にできると思うんですけど、もうね、今年、ってこと今年とかこの最近のね、僕は、まあ、やっぱり、基本的にね、あの放置でパッパッパッと終わらせてしまう流れが出てたので、 なかなかね、実際ね、やるってなるとね、なかなか進めないので、まあ、これを、ちょっとまあ、これでこそ今,今月は頑張ってみて、まあね、まあいつアイディのイベントがね、来るか分からないので、その時にね、ああ、無理とならないように、普段からちょ、ちょっとだけでもね、あの、ちゃんと真面目にやっていくことで、習慣づけておかないといけないなと、あ、改めてね、思いましたね。という感じの動画です。<laughs> 終わりです。<laughs> これだけです。ということで、なかなかね、 マスプラチケットもね、使うのも大変だなと思いました。イベントもね、ちょっとね、あんまり、がっつりはできてないのかな。てか、前回のイベントがね、結構、えー、期限ありの下取りを使いすぎたので、ちょっと今月なかなかね、下取り使うやつがなくて、まだ今のところこれぐらいかな。まあ、とりあえず2万以内に入ればいいかなぐらいのラインでやっておりますので、まあ、このスタミナもね、今ね、98ありますので、ね まこれも消費したらまあいいラインに入れるのかなと思いますけれどもっていう感じでちょっとねなかなかねマスプラができないなというくちゃねでございました以上ご視聴ありがとうございましたチャンネル登録グッドボタンよかったらよろしくお願いします色々いろいろね、えー、ガシャ動画をね上げてますのでよかったらねそちらも見てくださいではバイバーイ